どうも、お疲れ様です、えー。いつも動画の方をご覧いただきましてありがとうございます。えー、今回の動画はですね、速果塾の熟成さん、そして、これからネットビジネスで商品を作って売っていこうとする方に、まあ、ヒントになる動画のお話になります。えー、私とよくね、やりとりをさせていただいている、まひめ大学のなみさんなんですけども、この度新しい商品をね、リリースするんですよね。でもすでにプロモーション、えー、始まっております。 どんなプロモーションかというと、こんな商品がいくらですよーっていうふうにね、バーンと打ち出すプロモーションではなくて、まあ、そろそろこんなことを始めていこうと思うんですけど、みたいなね、もう前振りから始まっているんですよね。で、えー、正式なリリースは来年なんですけども、先行販売がもうすでに今月始まっております。あ始まっておりますというか、始まります。えー、っとね、日程はですね、23でしたかね。えー、っと、11月25日土曜日、LINE での商品の 詳細をご案内開始とということで販売日が11月28 29の2日間ということになっていますあのここで何が言いたいかというと商品をね売りたい方と商品を作りたい方作りたいんだけど作り方が分かんない方にあぜひねこっから先の私の話も聞いてもらいたいなと思うんですけども商品をまずね売るっていうのはどういうことかっていうんですけどもまず知らせるってことそして情報も広げていくってことですえ例えばナミさんの場合は まず私に連絡してくださいましたよね。まあ、久保さんこんな商品作るんで、ね、あの売っていきますよって。そしたら当然私、仲良しですからあ、私もじゃあそれを紹介するのに、あ拡散に協力しますねっていうふうに申し上げたわけですよ。そうすると、ナミさん一人で商品を紹介するよりも、私の方も紹介するってことで、まあ、2馬力になるわけですよね。そういう感じで、普段からお世話になっている人が、 あじゃあ私も商品買います。私も商品拡散します。みたいな感じで広がっていくわけなんですけども、これを普段作っていますかってことなんですよ。えもちろんね、商品を自分の代わりに、じゃあ私も協力しますよっていう人、簡単には見つかりません。そんなに都合のいい話はないんですよ。ですんで、普段どんな関係を作ってるかによって、自分の商品案内を拡散していただける方が見つかるか、もしくは商品そのものを買っていただけるかってことが決まります。 だか売りたい時だってことなんですよ、ね、だから普段の付き合いをどのようにしてますかと自分に利益が及びそうな時だけ「こんにちは」って言って久しぶりに出てくるみたいなことではなくて普段からやり取りをしておいてそしてお互い信頼関係を作っておくことそしてこのレベルでやり取りができるんだったら商品を私が代わりにね販売したとしてもサポートに手ぬかりはないだろうっていうふうに 思わせておくことによって、じゃあ紹介しましょうかってなるわけですよ。ね。ちょっと都合が悪くなるとね、とんずらしたりとかね、うん。で、まあ、いろんなことを言い訳にやらなくなったりっていうような人は、さすがに私でも紹介はしたくないですからね。はい。そしてもう一つはね、商品の作り方なんですよ。これ、商品ね、どうやって作るか。そして、その商品がどのぐらいのペースで、えー、販売されていくのか。いくらぐらいなのか。商品を、 作ろうと思ったら、まずはいくらの商品がどういうふうな内容で作られてるのかってことを知らなければなりません。で、そこでですね、私は思うんですけども、無料の商品ばかりを受け取った人は、所詮無料の商品の作り方しかわからないんですよ。でも、有料の商品をいくつか買った人なら、なるほど、有料の商品はこんな価値を入れ込んでるから有料なんだなと。無料の商品とは、こことこことここを違えておけば、 いいんんだなってことが分かるんで,すよですんでね多分商品の作り方が分かんない人は今まで有料の商品を買ってないと思うんですよもしかしたら1個か2個買ったかもしれませんけども商品の分析ができるほど商品を手に取ってないと思うんですよね。ですんでやっぱりこの度ナミさんから販売される商品は内容ももちろんいいんですけどもどのぐらいの作り方をすればどのぐらいの 価格でこのナミさんの私と同じ10年選手ですからこのベテランの方の商品のプロモーションおよび商品そのものを知ることによって今度自分が作る商品の大きな教材としてね考えてみてはいかがでしょうかつまり今回のナミさんのプロモーション単純に商品を買う顧客としてじゃなくてプロモーションの やり方もしくは商品の作り方を学べる教材として購入するっていう方向もあると思いますネットビジネスに参入してまだね売り上げが思うように立ってない方今回のナミさんのプロモーションおよび商品そのもの手に入れてほしいと思いますということで業者さん用へのメッセージになりましたね今回ははい我こそはネットビジネスで1000万1億稼ぐ人間だと思う方は このナミさんの商品ね、これは買ってもらいたい。これを買わずして一体どんな商品を買うんですかと。うん。私はね、言いたいですね。はい。じゃあ今回の放送は以上でございます。えー、プロモーションが始まりましたらね、LINE の登録をして、で、ナミさんの商品の案内を受けてみてください。えー、またね、連絡させていただきます。それでは。